機で違法に配信された映像について。ねえケット氏、ニブル山の魔航路で何があったか知らないの？魔航路に何者かが忍び込んだので、シンラの軍が急行して交戦状態にってことらしいですわ。そっか、わざとか。どういう意味です？わざと見つかるようにしてわざと負けたんだ。そうじゃなくちゃおかしいもん。だって忍びの末裔だよ。わざと負けるってお前わざと死ぬってことだろ。なことするか？するよ、もう全然するよ。潮も恐れぬ風体魂ですな。恐れるよ、怖いよ、悲しいよ、でもやるんだよ。それくらいシンラを憎んでるの。おう、ねえユフィさん、風体の兵がわざと負けたんやとしたら何のためでしょうね？そりゃシンラの陰謀と悪行を世界中に知らせるためだよ。どうにかして事件を世界中に知らせて反神羅の仲間に奮起を促す。きっとそう。うん、そうだよ。なるほど、そんな気がしてきましたね。でユフィさん、スフール総督はご存知で？そりゃ知ってるけど会ったことはないの。それどころか顔を知ってる人もほとんどいない。神羅に命を狙われているから用心して身を隠してるんだよね。あ、ダメダメ、今の内緒。みんな裏切るなよ。ついていけばいいんだよね。ああ、何か目的があるはずだ。それを確かめる。眠いの？歩くのが遅すぎるよ。その辺を走り回ってこい。はぐれないように。ふん、谷からこっち、オイラの扱いが雑だよね。俺はその水を飲んで育った。だから性格がそんななんだ。証拠が出ちゃったね。消されるかもな。
勝手に進むから。来るぞ、当たる、落ちる、どくれ、せよ、せよ、調子に頼んだぞ、任せてや。おーい、さあ、寄ったか、ヘビ乗せてくれ、はい、行くで、頭冷やしとけ、来たぞ、組みどころや、おりゃー、それ、警官され、せめて、ほー、投げろ、ついてきてる。エンシェントマター狙いだよ。放っておこう。エンシェントマターのところだね。強かもな。そうかも。でもそれよりももっと悲しい匂いだよ。トイラにとって匂いはその人の大事な個性だよ。それが一緒になっちゃうのは悲しいな。ナナキ、俺の匂いはどうだ。クラウドはクラウドの匂いだね。私は、何、なんで黙るの。
ことあるけど結構暑いよ。そんな格好で砂漠も歩いてきたんだよね。すごいね。脱落した者も多いはずだ。ユフィに会う前もかなり見かけたよね。そういえば私もミッドガルで見たよ。というか最初に会ったのがそうだったな。俺の隣人もそうだったな。港の下に潜水艦用のドックがある。そこにエンシェントマターがあるのかな。何？私たちに命令してんの？海側からドックの中に入れるはずだ。シレナに乗れば行けそうだね。
ダメ！仕上げだ。落ち着いていけ。見てね。クレーター、ヘッ、刻む。知ってる？下がっている。仕留め。攻めそうだ。こっち。帰る。信じるべき理由がいくつか。早く終わらせてあげないとね、彼らのために。どう？え、あ、失礼しました。クロマントさんたちが動き始めましたので、いち早くお伝えしようかと。わかった。どこへ行けばいい？はい、こちらです。